えっとあのご存知ないかもしれないですけどあの時間の問題であなた死にますよなのであの死に方が病気なのかあのなんか高いところから落ちて死ぬのかなんかあの人に刺されるのか分かんないですけど、まあ、死にますよであの死に方は選びたかったら選べるかもしれないですけどひとまず死ぬというのはまず自覚してくださいでどういう死に方がいいなぐらいは考えておいてであればあとは別にあのまあこういう病気で死ぬかもしれないよねとかで要は あの死ぬということ自体が怖いから病気になるのが嫌だって話だと思うんですけど死ぬということをまず受け入れて諦めるとあとはどんな死に方をしたいかっていうと死ぬまでに何をしたいかっていうのででまあだいたい人間90ぐらいで死ぬのでじゃあ90までどうやったら楽しく暮らせるかなっていうモードになると思うのでなのであの死をまず受け入れた方がいいんじゃないかなと思います。